維新足達康史。私がやったら即懲罰動議。自由党山本太郎の暴言に。本日、自由党の山本太郎さんが国会にて暴言を連発しておりました。それに対して維新の足達康史さんが、これ、私がやったら即懲罰動議ですねと発言をされてるんですが、山本さんが暴言を連発していることに対して隣で聞いていた蓮舫さんですら、 びっくりして、きょとんとされていたんですけども、この、山本さんの暴言、このまま放置してしまいますと、さらに、続いてしまい、悪化していくんじゃないかと思われますので、早急に国会には山、山本さんに対して、懲罰動議を出していただき、このような暴言が続かないように、対処していただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました